どうも、川端とパン、体パンパン、松田コシヒカリです。はぁ、ということでですね、松田コシヒカリ、引っ越し完了しましたー、イエーイ。はい、もうね、ちょうどね、本当にね、なんかね、5月すごく忙しくてね、なんかいろいろとあって、本当に大変でした。多分引っ越しもあったっていう、引っ越しありつつそもそも普通にスケジュールが忙しくてめちゃくちゃ大変でした。正直引っ越しって大変だねということで、今日はそんな私の持ちだこしひかりの新居のまあちょっと軽いルームツアーをねしたいと思うよ。バーすいません、今夜のテンションです。早速ね、ちょっと、紹介していこうと思うんだけど、ですね、ちょっとね、まだ正直、引っ越してきて、私、家にいるのがね、ほんと数回ぶりなんです。ここ最近本当に忙しかったから、全然家帰ってこれてなくて、全部ね、こう、私の彼が、すごく手伝ってくれて、家具の組み立てとかも、いろいろ頑張って、いろいろ手伝ってくれて、なんとかちょっと生活感が出てきたかなっていう感じなんですけど、まだねいろいろ物がなかったりとかいろいろありつつなんだけど、そちらもぜひねご紹介していこうと思います。イエーイ。はい、こんな感じで結構本当に広々広々してるよ。前まであんなに狭かったんですけど、そうだいぶね広くてすごく私は嬉しいです。こんなに広いお家に住んだの初めてなので、ずっといつも6畳から脱出したっていう感じがします。はい、でもなんか私広すぎると、なんか広い部屋には住みたいんだけど、広すぎるとなんか動くのがめんどくさくなっちゃうんだけど、なんかちょうどいい感じの広さだよ。イエーイ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 ということで、すいませんね。じゃあ次行くよん。キッチンはね、こんな感じです。はい。こんな感じ。広いよね、キッチンも。まだほら、これ一生懸命組み立てた牢屋の、棚です。はい。まだ全然活用できてません。あ、かわいい！モルカーヌ、かわいい！かわいいタオルです。はい。で、これは、この辺はね、もう家から持ってきました。冷蔵庫類です。この子たちも。はい。本当はめっちゃちょうどよくフィットしたんだよね。でもすごい組み立てるの難かった、本当に。はい。で、コンロもね、私個人的に感動なのが二口コンロ。ずっと一口の人生だったし、前回はIH1 口だったから、コンロが2個あるっていうの慣れなくて、で、来て早々すぐに料理したのよ。で、こっちでは魚焼いて、こっちでは野菜焼いてっていう、どっちも焼き物をやって失敗するっていう。だからぜひこれでね、パスタをね、パスタって一口コンロだと超むずくて、パスタソースをこっちで作ってる間にパスタ茹でれないから、どっちかしかできなかったの。そう。あ、でもなんか一緒にやる方法あるらしいんだけど、私そんなの知らないから、そういつもね、大変だったんだけど、これあれば二つできるっていう。すごーい。二口コンロ最高ということで。もう本当に、もうすごく。で、ここがね、黄色でめっちゃ可愛いんですよ、なんか。キッチンは黄色なんですよ、ここ。ね、すごい可愛らしい。ね、これで頑張って、料理いっぱい作りたいなと思っております。結構ね、収納も、それぞれね、結構あって。はい、ちょっとまだよくわかんなくて、とりあえずしまえるものをしまっている感じなんだけど。こんなにキッチンに収納がある部屋も初めて。こういうとこに引っ越してくると、すごい感動します。収納できるやん、みたいな。しまうものなんもないやん、みたいな。こう、棚買ったのはいいけど、みたいな。思いました。ということで、続きましてはお風呂に行きたいと思います。てらー、はい、独立洗面台ですね。ありがたやありがたや。はい、でこちら の洗濯機はもち団地 の洗濯機を持ってきました。そしてラックはニトリで買いました。このラックね、すごくちょうどよくてね、なんかいいなっていう。はい、こんな感じで独立洗面台も綺麗、ほんと。でもまだなんか内見したぐらいの気持ちで、すまなすぎてこのお家に慣れてない。そしてお風呂はこんな感じ。お風呂のね、大きさはね、正直前の家とあんまし変わらないかも。前の家よりちょっと気持ちね、
きいぐらいだったわ。そう。で、シャワーがあって、いろいろシャンプーとかいろいろあるっていう感じです。イエーイでもすごい綺麗、本当に。そんな新築物件っていう感じではないんですけど、めちゃくちゃ綺麗なお部屋です。あとね、シューズボックスがね、めちゃデカなの。ほら、シューズボックスめちゃデカ。すごい、まだ余裕あるもんね。本当にまだ全然余裕あるし、この水とかもさ、なかなか置く場所はいつもなくて困ってたんだけど、これがあれば場所があるから、めちゃくちゃありがたい。シューズボックスがでかいのは嬉しい。で、お手洗い。お手洗いスライドになりますマジ内見だねみんなと内見してるみたいな感じだ。はい、お手洗い、普通のトイレですそして、寝室。寝室なんですけど、こんな感じです。ダダーン。だいたいね、だいたい 5.5 畳か6畳かぐらいです、寝室は。おパンチウサギが寝てます。おパンチウサギが、あっち見る、あ、ちょっと窓になっちゃうな、ちょっと外見えないように。あそこにはモルカーも寝ていたりとかね。ただね、まだちょっと引っ越してきて、本当にまだ何もこう手をつけれてないということで、めちゃくちゃ荷物がまだ引っ越し後みたいに段ボールごと荷物がめちゃくちゃ散乱してるので、こちらがなんとね、ウォークインクローゼットですただね、あまりにも私がね、服とかね、荷物とかね、多すぎて、もうほぼ埋まってます、私の荷物でこっからまた断捨離はしようかなとは思いつつ、多分ほぼほぼ私専用のお部屋になるんじゃないかなと思っております。はい、まあざっとこんな感じですよ、本当に。ちょっとまたね、多分今後も新居にてモーニングルーティーンとかナイトルーティーンは撮ろうと思っておりますので、ぜひそちら の新居のナイトルーティーン、モーニングルーティーン等々楽しみにしててください。はい、ということで、とにかく無事に引っ越しが終わってよかった、本当に。ちょっと今後もね、いろいろとインテリアとかクッションだったり、なんかいろんなものをいろいろ増やしていこうと思っておりますので、またいろいろ揃ってきたら動画撮ろうと思っております。ということで、今回は文字田の新居ルームツアーでしたありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価ボタンもお願いします。バイバイ。